僕バキバキ童貞ですね。どうも、バキ童です。ラーメン二郎をピーター博士に食べてもらおう。そうですね、ラーメン二郎を作るというのを時々、バキ童のチャンネルでやってるんですけれども、最初が僕ら、2回目がホコテンさんという女性に、で、次は外国人。そう見てたんだ。外国人ピーターにちょっと、食べてもらおうと思いまして、お呼びいたしました。で、毎回ラーメン二郎の会には必ずいらっしゃる三千院なぎおさんですね。三千院なぎおです。はい、料理上手。ピーター博士はだから、まあ、僕の YouTube 見てくれてましたもんね、いろいろね。はい、そうですね。で、僕がラーメン二郎がすごい好きでっていう動画を見て、食いたいよ俺も、おお、早く連れてってくれみたいな。おお。で、なかなか忙しくて、はい、連れていけなくて、うん、で、結構それでダダをこねる。おお。その東大ね、研究員、スウェーデンカロリンスカ大学、はい、ね、医者、すごい人が、うん、僕にラーメン二郎連れてもらえなくて、うん、ダダこねる。映像がこちらですね。わかんない。僕も別にいいんですよ。バキドと一生一郎いけないかもしれないけど。でも待って、行く行く。バキドの中では優先順位的には、その、ええやら。ブライオリティー行くのそんな高くないっていうことっす。違うんだ。いや、まあ、そうです。俺が連れてくる。不満をね、吐いてしまったんですけれども。で、じゃあそんなに言うんだったら、ジロー行こうぜって連れてったんですよ。うんうん、普段、ピーターってマジで、もう健康的なものしか食べない。ヨーグルトとナッツ。うん、じゃないですか。うん、それをヨーグルトとナッツに適正化したお腹に、急に爆発的な油とラーメン汁をぶち込むことによって、食べ終わった後ずっと無言で。ピーターどうだった？ちょっとなんか、はい、芳しい反応はいただけなかった。おー。それからピーターはその、ラーメン二郎連れてけと一言も発さなくなりチャーシューとか美味しかったんじゃないですか。もうダメ。美味しかったですよ。大丈夫だ。大丈夫だ。でもラーメン二郎ってね、最初食べて、うわ、なんだこれ、うん、と思っても、次もう一回食べたらめっちゃうまかったりするんですよ。あ、言ってましたね。うん、そう、二回目がめっちゃうまいんで、もう一回行こう、もう一回行こうって、なかなか、うん、首を振らずに、はい、なったんで、じゃあ、せっかくだったら家で、ジローを作って食べてもらおうじゃないかという。うん、で、家ジローだったらば、量とか調整できるんで、はい、ジローのトラウマを、うん、克服してほしいという。うん。なんで、ぜひ作っていきたいんですが、はい。大体一緒なんですけど、まぁ、3回目なんで、うん、若干本家に近づけようと。2つの具材をちょっとだけグレードアップしたんですけど、はい。じゃあ、まず1つ目が、もう、麺ですね。これ、オーション麺じゃないか。そう。すごい。オーション麺。オーションですよ。オーションだよ。オーションですよ。ピーター見つけたんですよ。オーションだよ。すごいんですか？ピーター。そりゃそうよ。僕もわかんない。すごいですか？今までは麺はどうしても、はい、まあ、生パスタとかね。そうですね。つけ麺な太い麺とかで、うん、やってたんですけど、はい、オーションっていうのはもう、あんま二郎でちょっと、ね。使うタイプのやつじゃないですか。そうなんですよ。だから、オーション麺ってスーパーで絶対売ってないんで。うん、どうやってんのこれじゃあ。なので、そう、オーション麺を作ってる製麺所で直売所がないかどうかめっちゃ調べたんですよ。めっちゃ調べたら、豊島区の大塚、うん、に、あの、中沢製麺ってお店が、うん、東京生麺っていう直営店を出してまして、うん、そこにオーション麺があるっていうのを見つけて。あ、突き止めて。で、これを。買ってきました。ただの大学生ね。ただの大学生です。情報性もあるチャンネルなんだ。素晴らしいですね。ピーター変わったの、バキドチャンネル。シコシコピュッピュッ、わーじゃないんですよ。そんなことは役なかった。で、もう一つが、豚ですね。豚肉。わー、豚肉。白手羽豚。そう、豚がいいですよ。ジロー本来って、腕肉を使われてるって言われていて。うん、腕肉？豚の腕？豚の腕肉。で、スーパーだと売ってないんで。どうやって豚でも殺してきたか。殺す。どうした？いや、一週間ぐらい前にお肉屋さんにお願いして塊用意してもらいました。すごっ。本当にすごいな。何なの？腕肉の中の肩バラっていう部位が、腕肉の中では一番脂身が、入ってるってことだったんで、多分二郎系なら肩バラじゃないかなってお肉屋さんに教えてもらって、で、肩バラを。買ってきました、ね。でも、腕肉って俺ちょっと硬いイメージもあって、うん、そこもちょっと楽しみだな。どんなもんなのか。そうっすね。ちょっと煮込み時間長めなりなんなり、ちょっと工夫してみようかな。なるほど、なるほど。はい。セックス。ん？は？おい、俺、クッキングチャンネルになるんじゃねえのかよ。そうだよ、そうだよ。なあ、ピーター。セックス！ピーター！行きましょう。ピーターって料理するんですか？
まあ、ヨーグルトとナッツと冷凍フルーツを混ぜる。それ料理は料理はし。それ料理じゃないですか。まず最初ですね、豚骨を下茹でします。豚骨。いけー、まあ、気をつけてね。いけいけ。じゃあその間にネギ切っときましょうか。ネギ、うん、じゃあネギ持ってくれ。はい。庭のすぎますね。いいですね。似合わない。めっちゃ似合わないですね。なんか面白。ネギこの後青いところだけ使うんで。はい。うん、ここら辺。早っ早っ。ちょっと見て。了解だ。迷いがなかったの。結構すごい匂いすると思うけど。うん、上に骨でダメですよ。最初ね、間違えた。最初の失敗を。で、次、豚肉入れましょうか。さあ、いきます、じゃじゃん。うわー、 スーパーピグ、アーム、アーム。アーム。ピグ、ワーム。ワームじゃない。ワーム。虫か。これを、まんま入れちゃう。そうっすね。いかつ。んはい、アヒカキンの出し方。懐かしい。きたー肉肉肉肉すごっすごいな。そしたら隙間にまずニンニクで、あとネギの青いところを手でねじって、そうするとそこから香りが出るので臭み消しになってくれます。へえ、背脂後で追加できるんで、とりあえず入れられるだけ入れましょう、うん、はい、あ、無理しなくていいっすよ。うん、そうね、入る分だけ入れましょう。線を越えないように。そうか、この状態で線まで水を入れましょう。はい、はい、はい、で線は、え、どれ線ってどこですか、ね、線あるんですよ。どこ行ったんですよ。あ、いや、余裕で超えてますね、じゃあ。おい、ビーツチーム。おい、線もわかんないのか。線、ラインだよ。おい、俺が唯一、こうやってマウント取れるっていう。いつも、エッチなことでマウント取られてる。したら、今回お肉大きかったんで、はい、強火で、ピーっていうまでやって、この状態で1時間やりましょうか。はい、承知しました、うん、はい、ということで1時間経ちましたので、はい、自然で減圧していくので、はい、その間にラーメンの味付けにもなる、あの、うん、返しを作っていきます、ね、タレですな。タレですね、うん、はい、結構多いから、そんな緻密じゃなくて大丈夫。うん、大体大体です。ドバッとどうした、ピーター白い方が1ね。白1だよ、ピーター。白 1? ちょっとピーター、ピタカス、これあら、村ガラッガラッガラッ、飲むかこれ。めちゃめちゃ甘いやつ作った。真逆の。しょうがないよ、しょうがない、危ねえ。こういう犠牲もある。白100、うん、入れちゃおうかじゃん、yeah、で、あと味の素適量ですね。全部入れちゃうじゃん。そうだね、これは全部入れてもいいぐらい。うんうん、まあ、ああ、もう2人こんなこと初めてー、うん、ファーク、うわーすごい、ドバッと入った。ちょっとあれ大丈夫かな。俺も大丈夫か今。白油と言いました、白油。白油と言いました、白い油と言いました、白油。で、今ちょうど減圧終わりました。おお、やった。蓋開けます。蓋どうよ。ちょっと待って待って待って、どうやんだっけこれ。終わった終わった、父親に託された。開けていいのか。なんでもないじゃないか。君たち。したら、チャーシューをタレに。早く食わせろ。まあ、うん、ちょっと早くしろ。食わせろ、まあ、もういい、こんなチャンネルは。早く食わせろ。撮影しないと、これも全部。それなんか。そうです。まあ、ちゃんと言っちゃうよ。うん。はい。で、その間にスープ炊いて、乳化進めていきます。はい。目があったね。君のこと見ているよ。ピーター一回この部屋を出て、一回深呼吸してもらって、はい、でこの部屋戻ってきたら、いかに今ここがジローになってるかが分かる。多分あまり変わんないと思いますよ。いやいやいや、そんなことないはずよ。ちょっと行ってみて。ユーザキちゃん。ちょっとね。深呼吸してもらって、ちょっと来ました。はい、どうぞピーター。ジローです。そうなのよ。振りを覚えてる。振りを覚えてる。
さあ、今1時間ぐらい煮込み時間があるので、かなり暇になりましてです、ね。そうね、ありちゃうね。まあ、土岡って本当に料理が、はい、できない。まあ、知らないし。うん、知らない。味の素はあんま見。もうずっとマックしか食ってない。僕すごいやっぱマウント取っちゃうんですよ。うん。これ初めて土岡にマウント取れるって。これも知らないの、はい、ああ。これって何の快感と似てるんだろうと思った時に、うん、童貞タイムショック。はい。で、みんなが俺のことをキラキラ笑ってるってことじゃん。ああ。軍ピー以外が、童貞タイムショック見てる時の。そうそうそう。そうそうそうああ、そうかそうか。知らないということで。この快感を味わいたくて、うん、僕は、童貞タイムショックの問題を、お料理に変えたらいいんじゃないかと思いまして。うんうんうん。今日、お料理タイムショックを作ってきました。はい、おーおーおー。え？僕が出されるってこと？そうです。うんうんうん。お料理タイムショックを作ってきましたので、はい、この二郎の煮込み中に、ちょっと撮っちゃいましょう。うん、おーおーおー。ぜひぜひ。お料理タイムショック。お料理タイムショック。大さじ1は何 cc？ cc30cc。 包丁を扱う際、空いてる手はどういう状態にする？ピアノの手。料理のさしすせそせは何？せは、背浮醤油。そうめんの茹で時間、あ、早いんだよな。1分。切れ味の悪い包丁は何をすると良くなる？研ぐ。うん、研ぎ石で。殻がついてないエビを何という？うーわ、いるんだそんなやつ。生エビ。じゃがいもを調理する際の注意点は？目を取る。うん。これは何切りという？うーわ、半円切り。ガリと妻一緒の食材？妻なるんだ。バツ。アサリを食べるときに必要な工程は？うわー、お湯で茹でて死なす。魚を3枚におろすと身は何枚？3枚。どういうこと？うん。ウニの食べれるところはどの部分？うわ、あれなんなんだ？脳みそ。ファイ。今回、まあ、何問ぐらい取れたと思いますか？うわ、わかんないって思ったのが3つぐらいだから、9問ぐらい。12問中、まあ、9問はわかったってことですね。正解数は4問です。あ、そんな少なかったの？4か。気持ちいい。うわ、気持ちいい。今、軽いよ、そう。気持ちいい。さあ、一個ずつ、はい。振り返ってまいりましょう。うん。一枚目、大さじ1は何 cc と言いますけども、はい、これはもう、答えてもらいたかった。はい。ああ、30だったかな？ 15cc ですね。15。その、なぜこれ答えてもらいたかったかというと、はい。前回の時にですね、うん。なんなら大さじを使ってね、塩さじ1杯するときに、食塩の袋に、ガッとこう、突っ込んで取ればいいのに、はい。なぜかその、味塩を持ってきて、お寿司にこうやってかけてる。あ、15cc 分の塩を出してる。そっか。あれが 15cc か。違う。これ分が、まあ、思えなくていいんですよ。2問目。うん。包丁を扱い際、空いてる手はどういう状態にする？ピアノの手。ピアノ手。正解は、はい、猫の手ですね。ああ、猫の手か。猫の手。ピアノの手はこうだしね、普通。そう。まあ、そうか。言われるとこうだから。この鍵盤とは思わんね。不思議ですね。じゃがいもを調理する際の注意点は？うん。これは目を取る。正解。うん。これわかんないと思ってました。ああ。僕、このカレーだけは作るから。その自信ある。土岡はカレーだけ作るんですよね。そう、カレーだけ、時々作る。ハンバーグを一回作って、煙だらけしたんですよね。まあ、そうそう。マッシュルして、火災報知器が全部鳴って。だからハンバーグは家で作れるもんじゃないっていうこと。違いますよ、作れますよ。画像問題。これは何切りと。半円切りとお答えになりましたね。これは、一丁切りですね。あー、なるほど。厚いものなんかでね、よろしいかもしれません。はい。まあ、風流ですよね、一丁切りっていうのがやはり、ね。あー、確かに。おつだね。おつなんかわかんねえだろ。お吸い物に入ってそうなものがおつ。違う違う。面白いね、やっぱこれ。当たり前の情報、情報さ。おーって、これ面白いよ。あー、タイムショックバズるわけだな。そうか、いつもこうだったのか。気分がいいぞ。ウニが食べれる部分はどの部位？こちら脳みそと言われましたけども、はい、正解は、はい、生殖器ですね。おめえ！あれは、まあ、卵巣なんですよ。簡単に。はぁ、あ、はぁはぁ。すごくない？よくね、ウニ最初に食べた人、うん、目すごいな、みたいな言うじゃないですか。あんなトゲトゲのやつ食べて。そうそうそう。の上で生殖器食べてんだ、しかも。いや、そう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 。すごいな。
人間。人間。うん。人間のことまた好き。知りうるさ。人間と一緒にいるうちに愛着を湧いてしまった。いいですね。うん。まあこういったものを踏まえた上で、次郎に、ちょっと戻りましょう。はい、ああ、そっかそっか。よし。さあ、そしたら、だいたい時間経ちましたね。だいたい1時間ぐらいスープ炊いて、チャーシューもつけました。野菜を。野菜、あ、もうピータ食べたい、もうピータに。ピータ、ピータ、まだ。作ればいいんですか。順番があるから。とにかく食べたいんです。もう今それしかないなと思う。あ、これ入れなくていい。あの、野菜茹でるんで。うぅー。食わせろピーラーもうちょっと。見てなぁ。いけ、ピーラーあはピーラー食った別れるピーラーいいのかそれでもったいねこれで腹使うのこんなのまだまだただのキャベツ味もついてないじゃあ次ニンニクのみじん切りですねきた、はい、土岡とピーターがやるべきやつうんじゃピーターにも見てもらおうこれ半分にしてますえ土岡さんそれやんなくていいですよ冗談さ冗談冗談ジョーク冗談冗談の中で一番緊張感ありますね冗談が下手なあーあー匂いね動物じゃないんだから食いたそうすぎるだろ腹減りすぎてるって何でもいいから何でもいいもうすぐ極上のもう食べよういやマジでそう分かる十分待ったそうだみじん切りはこうでもなんかうまくなってますねうまくなってる完全に、うんちょっとピーターに買ってもらおうかなこう押さえた状態で、はいこっちをズババババババってやるほうほうというふうに教わりましたよはいほほえましいねうんうんうんあいいじゃないかピーターすごいすごい筋がいいよちょっとピーターそんなわけないえでもかなりかなりああ綺麗だいぶ細かくなったもんニンニクが出てきたぞニンニクできたぞあゆえマンボニンニク出てきたあーオッケーさあ本来別々にやるべき、うん、この野菜と肉の工程をちょっと早く食いてすぎてもうやっちゃってますはいちゃんと見たい人は前の動画見てくれよピーターくたくたしてるちょっと柔らかい野菜か、うん、ちょっとシャキ気味がいいシャキ気味がいいなるほど俺くた気味がいいんだよ、はいおーあれ最初はグー、じゃんけんポンくた気味だくたき、くた気味だバレ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 ンバン俺たちはくた気味野菜なりパパパンくこんなでそうじゃないでも普通3試合やって、うん2試合勝った人がああそうですかあーそうですね最初はグー、じゃんけんおいああ一緒いっぱいだこれ最初はグーじゃんけんドンバー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 くたぎみだいで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 い俺たちはくたぎみだい好きだパラテシャキギミしてやるよ今日はじゃあいいよいや2回ともくたぎみだからシャキギミしてみるよあ確かにね今までシャキギミで食べてみようこれでももうもう出来上がりいやちょっとじゃあ味見しないとうん味見おやしでそんなにいいよイケピーだ暴れろ美味しい不思議な縁だマジ不思議な縁だよ俺とピーターがこんな仲良くもやしをがっついてるピーターなんてうん想像もつかなかったな3年4年前はな確かにね確かに変わんないじゃんそうね本来軍ピーからしたら復讐するリストに入ってもおかしくないそうだよそうですねそんなやつがさうんこうやってもやしがっつくの見ても可愛らしいものと思ってるもんだよマジかとしょうがないだろ美味しいですよそうねしょうがないもうちょっとお腹ねそれ以上入れない方がいやこれ変わんないですねそしたらチャーシュー切りましょうか豚はいお肉大きいからね贅沢に言ってもいいんだなほぐれ柔らかすごいああ切ってみるかおいおいピーターピーター食ったピーター食ったつまみ食いだけしたうんでグンピーも食べてるしピーターつまみ食いだけして切ってみるじゃあ横におい、誰も口の中のジロー作りに行ってるバカうまいうまいなすごいうまいなやばいめっちゃうまいなこれで、ちょっと前回と違うことちょっと自分でやってみようと思うんですけど乳化させたいんですよ水と油を混ぜたいんですよ
なんでラーメン屋さんが何時間も炊くかって、何時間もかけて水流をずっと作り続けて、混ぜ続けて乳化させるんですけど、今回時間もないんで、はい、ホットケーキとか混ぜるやつで、無理やりガーって混ぜて、できるだけ乳化を進めてみようと思います。ほうほうほう。解説終わりです。ちょっと食欲でもう、ナイスが割と乳化しました。うわ、すごっ。うん、いいですね。今回は。大正面があるんだから全く違うよ前とは。これめっちゃ面白い。これオーション。めちゃくちゃ面白い。うわすごっ。え絶対やめた方がいい。え待って絶対やめた方がいい。ピーター、なんでピーター、ピーターやめた方がいい。ピーター何でも真似しない。いけいけピーター。何でも真似しないのピーター。ピーターピーターピーターいけ。やめた方がいい。うんうん。テスト美味しい。本当。じゃあ麺入れまーす。うんうわ、めっちゃオーション。めっちゃオーション。めっちゃ急速。めっちゃええやつ。めっちゃオーション。だいたい、返しとスープで1対5。せいや、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 せいや。それ、うん。いいね。うん。いいね、いいね、いいね。ニンニクは？ニンニク、お願いします。はい。ピーちゃん、ニンニクは？ニンニク、じゃあ、お願いします。はい、ニンニクは、ニンニクマシマシで。よし、いけいけいけ。野菜、いけちゃうよ。はい、たくさん食べな。うん、おー、近づいてると思う。どう、おー、これをね、ぐわーうわー、腕肉出来上がりでてよ、食おう。これがジローだ、ピーター。うん、どうだ、ピーター。うまいっす。ピーター、やばいっす。うまっ。え、麺うまっ。ね、麺がやっぱりちょっと近づいてる、かなり本物に。うん、まさにジローの肉。これ腕の肉、脂身と赤身がちょうどいい。うまっ。ああ、野菜もシャキ気味うまいよ。だでしょ。うん。いや、なんか一緒によっしゃーみたいになるのかと思ったら。はあ、おなした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうだったピーター。いやー、相当美味しかったです。ピーター。いやー、嬉しい。ピーター。いやー、ピーターに食ってもらいたかった、やっぱ。いや、感謝です。二郎系の感じよね。今日はその、ニンニクの絡め方がちょっと分かったので、うん、なるほどね。いい配分で食べる。だからその、多分その生のニンニクと、麺とこの豚骨の味が欲しくなると思う。一週間経てば。そうなのよ。また行こう。また行こう、ピーター。いやー、今回でも正直、一番多かったわ。やった。今までの中で。オーションがすごかったっすね。麺いかつかったっすね。麺にこだわるの分かるな、だんだん。いや、これで、この満腹感もやっぱ二郎ですから。そうですね。麺苦しくなれば。だってこれはやっぱ500円、600円で出せる二郎。本当にすごい、改めて。またちょっと時々やっていきましょう。バキドクッキングシリーズやってんでね。二郎以外もいろいろやっていくんだ。見てくれよな、ピーターな。はい。方向性としては素晴らしいと思います。めっちゃ嬉しいです。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。俺の名前はバキバキドーテ、今になる動画界のゴーテ、いじめられて走ったゴーテ、フルチンで踊るチンケな動画、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキドーテ。